言い訳メイビーのメガボルト撮影が行われた、旧学習院初等化制度、言い訳メイビーは、日本の女性アイドルグループ、AKB48 の楽曲。楽曲は、秋元康により、作詞、春流により作曲されている。2009年8月26日に、AKB48 のメジャー13作目のシングルとして、キングレコードから発売された。 キャッチコピーは、本当は、好きなのかもしれない。CD などに印字されている、言い訳メイビーの文字は、小野エレナによるもの。楽曲のリリースに先駆けて、楽曲を歌唱するメンバーをファンが選ぶ投票イベント、AKB4813th シングル選抜、総選挙、神様に誓って、ガチですが行われた。イベントは、 AKB48 とその姉妹グループである SKE48 の全メンバーを候補者としており上位21位までに入ったメンバーが楽曲の選抜メンバーとして選ばれたそのうち12位までのメンバーが通常版のフロントメンバーとなり主にメディアなどで活躍した1位にランクインした前田敦子が楽曲のセンターポジションを務めた選抜メンバーの人数は 前作より一人、多い21人で、初選抜は、佐藤アミナだけ。選抜復帰のメンバーは5人で、浦野和美が、桜の花びらたち、以来、ただ愛香が、桜の花びらたち2008以来、秋元さやかと、佐藤ゆかりの二人が、大声ダイヤモンド以来、倉持飛鳥香が、十年桜以来の選抜入りとなった。前作との比較では、 小森美香、佐原里乃、二友萌の、藤江玲奈、松井玲奈の5人が選抜から外れた。楽曲のシングル版は、通常版と劇場版の2種類があり、それぞれのレーベルは、U, B, e クール、キングレコーズ、ニューキングレコーズ。劇場版は、販路限定版でサイト、キャラーに落として発売された。通常版のミ DVD が付属している。特典として、 通常版には、全国握手会参加券、劇場版には、劇場版発売記念大握手会参加券1枚と、AKB48 総選挙風声邪神全95種の、うち1枚が封入されている。カップリング曲は、両者共通で、飛べない上げ波長が収録されており、この楽曲は、a k b 4 8 1 3 t スシングル選抜、総選挙、神様に誓って、 ガチですで22位から30位にランクインした9名が、アンダーガールズとして歌唱している。CD 発売に先駆け、2009年8月5日より、レコ直にて、着歌が配信された。楽曲のコーラスは、小島春菜が担当している。楽曲のミュージックビデオは、大声ダイヤモンド、10年桜、涙サプライズ、に続き高橋英樹が監督を務めている。 撮影は、学校のシーンは、千葉県成田市及び栄町にある、千葉県立房総の村旧学習院初等科制度。自転車に乗るシーンは、香取市、佐原などで行われた。その後、旧成田市立と四隅中学校周辺は、偶然の十字路、放課後レース、奥場のロケ地として使用されている。また、不整理が、教師役として出演している。 ビデオ冒頭での野球のシーンで、前田敦子は本来は左利きだが、右打ちで撮影された。また、宮崎美穂は選抜メンバーだが、体調不良のため撮影に参加できず出演していない。楽曲は以下のメディアで使用された。楽曲のシングル CD は、発売前日の2009年8月25日付、オリコンデイリーシングルチャートにおいて、 推定売上枚数約5万7千枚を記録して、初登場1位を記録した。なお、週刊では、最高2位となっている。ノキアシアターで行われた時のライブパフォーマンス。この時の衣装が、メガボルトでも登場している。表題曲、言い訳メイビーは、2009年7月27日に、NHK ホールで公開収録された。 ミュージックジャパンにおいて初披露された。2010年12月15日に幕張メッセで行われた日テレ系音楽の祭典ベストアーティスト2010では AKB48 スペシャルメドレーの3曲目に32人のメンバーにより披露された。32人のうち16人のメンバーの衣装は4種類の赤チェックの生地を使用して作られた新衣装で髪飾りやベルトには ファーやチェーンがついていた。他16人のメンバーは、チーム A 公演で使用されていたパールのついた赤チェックの衣装を使用し、新作の髪飾りをつけた。2011年10月28日放送のミュージックステーションでは、AKB48 スペシャルメドレーの1曲目に披露された。この日のメンバーの衣装は、数字が散りばめられた白と黒を主体にした新衣装であった。 2012年3月23日から3日間に渡り行われた業務連絡。頼むぞ片山部長。イン埼玉スーパーアリーナや8月24日から3日間に渡り行われた AKB48 i n 東京ドーム1830メートルの夢などのライブでも言い訳メイビーは披露されている。2010年1月24日に 渋谷アックスで行われた AKB48 リクエストアワーセットリストベスト1 0 2 0 1 0では第1位の曲として披露された。カッコ内は AKB4813th シングル選抜総選挙における順位。ありがとうございます。